1>, 1月の18日でしたかねそうです火曜日です午後の7時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ今日はですね寒い一日でした 皆さんの地元はいかがででしたでしょうか今日の京都は最高気温が、まあ、もちろん1桁なんですが今日はね4度、5度ぐらいだったんじゃないでしょうか、まあ、こういうとね信州にお住まいの方や北海道にお住まいの方からするといやいや、まだ氷点下になってないだけマシですよと言われるかもしれません。ででも京都は山に囲まれた盆地でよくね 底冷えの寒さと言いますようにもう骨の芯まで冷え込むような寒さになるんです今日はね本当にこの冬一番の寒さを感じました今日はねお昼前後雪がねチラホラと待ったかと思いますと本格的にザーッとこう雪が降る時間帯もあって天気予報ではねここまで降るという予報ではなかったんですけれども意外と ちらほらちらほらとかと思えばねパッと青空が見えてかと思えばまたや雪がざっとこうね吹雪いてきましてね結構目まぐるしい天気の移り変わりでしたで今日私たちは今日は竹の里お得に地域の観光ガイドの皆さんの交流会を今行っておりまして毎月1回いろんなテーマで 向島市長岡京市大山崎町西一町の皆様が集まって交流会を行って今まで各地各地で観光ガイドを行って地域の魅力を広く発信していたんですけれども皆さんが連携して京都の西地域の西山一帯の魅力をね広く発信していくための、まあ、今後の方向性をねこうみんなで見つけてみましょうというようなことで。 毎月1回今交流会というのを行ってるんですよで今日はその交流会の第2回目ということでやっぱりね観光ガイドにとっては旅行の楽しさ観光ガイドの仕事の楽しさを皆さんに知っていただく必要がありますからね今日はね私がご案内役として西一町のガイドの皆様と一緒に京都の西山を回ってきたんです。今日行ったのは 大原の神社生寺,寺,法団員元徳寺そして消防寺この4つのお寺神社を回りましてまあ私としてはいつものようにがん観光ガイドをさせていただいたんですがガイドの皆様からするとあこうやったらいいガイドになるんかなとかもっともっとこう改善するといいガイドになるんじゃないかとかガイド目線で お客さんになってみてさまざまな良いところ改善点この辺りを見つけてみましょうというですね、今日は交流会だったんですだから今日は私がね、まな板の上の恋といいますかね、皆さんのためにこうご案内をさせていただきまして、まあ、観光ガイドの楽しさを伝えるとともに観光ガイドとは改めてお客さん側に立って見てみると。 まあどういうお仕事なんだろうということをですね、まあ、交流会の中で皆さんに見つけていただけたら幸いかと思いました。で今日のことを踏まえて来月第3回目の交流会を開きましてねこんなところが良かったですとかねこんな形で改めて観光ガイドのやり方とかコース作りとか進めていくと より良い観光が広めることができるんじゃないですかとかねまあそういう今日の第2回目を踏まえて第3回目の交流会を行うということなんですねぜひ皆さんの地域にもいろんな観光ガイドの皆様がいらっしゃると思いますそして何よりも今このライブ配信をご視聴の皆様京都の知識を覚えて学んで今度は皆さん自身が その魅力を伝えるる側に回ってみるつまり観光ガイドをやってみるとかねもちろん京都でなくてもいいんです奈良大阪滋賀もちろん全国で各地域の魅力を見せていくことがね地域地域の観光振興になりますから是非ね皆さんもこうやって日本の歴史が好きで京都の魅力が感じられる人はですね そういう地元の魅力を発信する側にいつか回っていただきまして私たちと同じようにね私たちは京都が専門で京都の魅力を発信していますけれども皆さんの地元地元でその魅力をね発信するようなそんな活動が今後していただければいいかなと思います私としてはそういうね地域地域のガイドの皆様とつながって私たちの地域ではこんな魅力的なツアーをやってますよとか 私たちの地域ではこんな勉強会を毎月やってますとか結構ね観光ガイドってその地域地域を超えるとね地域同士の交わりとかってあんんまないんですよだからその地域でなんとか独自に組織を作って観光ガイドをしているところが多いので地域を超えて連携をしていくとこう幅広い観光ガイドの例えば知識が得られたり。 いろんなやり方を吸収して全体的に日本の観光がねこう高まっていくといいと思いますのでぜひまた何かそういうことでねお手伝いできることがありましたらままたたたお声掛けをねい,ただい,たらいいいいいだらのかなと思っていますガイドの皆様同士をつなぐようなね交流会を今年はねどこかで立ち上げて皆さんと定期的になんかいろんなこう観光ガイドとしてのお困りごととか こんな仕事に行ってきたんですがこういう形でちょっとあんまりうまくいかなかったとか、まあ、そういうのをみんなでねこう知恵を出し合えばそうすればよかったのかとかねそういういろんな意見がね出てくると思いますから、まあ、ぜひ観光ガイドの皆様の組織を何かこうまずはオンラインでね気軽に参加できるようなそんなグループを作ってね一緒に何かこう立ち上げていくことができるとね面白いんじゃないかなと思ってるんですね。ぜひ またお声掛けをさせていただきましたりそれやってみたいという方がいらっしゃったらぜひ、ね、お声掛けをいただきまして一緒に手を組んで、ね、何かイベントができるといいのかなと思っています。ということで今日は大原の神社、庄司寺、峰坊大院元徳寺、消防寺という京都の西山を回ってきまして、ね、さまとにかく寒かったです。雪に吹かれながら なんとかガイドの皆様にね西山一帯の魅力をお届けできたのかなと思っています。さあ、それではねこの時間は皆様に京都の魅力をお届けするというラク旅通信ライブ版、今日ちょっと旅ですさあ、本日はどこかの寺、どこかの神社へと今日もトークで旅をしてみたいと思います。それではいきますよ この箱の中には様々なお寺神社の名前が書かれた今日の旅くじが入っていますこのくじを1枚引くことによって本日のトークテーマを決めてみたいと思いますそれでは行きますくじ取り式です行きますよさあ西山の今の4つのお寺が出てくるとね私にとってはもう さっき喋ってきたばっかりですからすぐにたっぷりとトークができるんですがもう出てるのかなさあいきまますす下の方かららだいぶ重なってますねあ取れたこちら本日はこちらの旅くじをトークテーマとしてみたいと思います。 それでは続きまして、このくじの中身を改めます。くじ改めです。まずは私が中身を確認しまして、皆様に一つ、二つ、三つとヒントを出していきたいと思います。皆様そのヒントを聞きながら、あそこのお寺かな、いや、あそこの神社じゃないかな、など、ぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。 わかったという方はですね、ぜひコメント欄に何とか寺、何とか神社と書き込んで、さあどれぐらい教頭を知ってるか腕試しをしていただきたいと思います。それではいきます。くじ改めです。さあいきますよ。本日のトークテーマは何でしょう。おおつながりますね。 今日とつながったわけではないですが。本日のトークテーマは。歴史上の人物です。え。昨日の旅くじは何でした。 おとといの旅くじは何でしたかなりり関連性がありますちょっと今私はね昨日かおとついかもう昨日のことも忘れるんですよ皆さん。皆さんも今日朝何を食べたかパッと言えますか、まあ、朝はね毎日パンですっていう方はねすぐに答えられるかもしれませんがお昼ご飯とか。 昨日の夜ご飯とか、こうなかなかね、意外とこう、毎日やり始めると、意外とこう、覚えてないんですよね。で、この旅くじもね、もう私こう、こいろんなお話をしてますから、あれ、昨日の旅くじが何だったかなというような形でね、日々もわ分からなくなってましてね、昨日何でしたかね、一昨日何でしたかね。でもね、今日のトークテーマ。 歴史上の人物です今日の方はねなんかどのヒントを出してもね皆さんすぐわかりそうでねなかなか難しいなこの方お名前がある理由で変わっていますもちろん本名これは変わりませんが 下の名前実は一度ある理由で漢字を変えています。それは確かに歴史をひも解くとあの人と大変密接な関係を持ったことからこの人にちなみその名前に漢字一文字をいただいて なお改めた人物なんですもともとは異なる漢字を書いていたんですがこの方とともに政治を取る中で名前を一字賜ってなお一文字変えたんですしかしこの二人次第に 大きな溝ができて対立を深めこれが後に大きな戦いへと発展します何よりも天皇家を二つに分ける大きな争いとなって南朝に対してこの人が支えたもう一つの天皇家が北朝となって 南朝北朝相争うという南北朝時代がやってきてしまうんですさあ皆さんわかりました北朝を支えたあの人物です室町幕府初代将軍です先日の三大将軍足利義満の 祖父おじいさんにあたる人物ですさあ皆さんわかりました本日のトークテーマは室町幕府初代将軍足利尊氏公ということなんですさあ吉光が出たのはいつでしたか なんかねパッと昨日の旅くじが全く思い出せず昨日が足利尊氏の孫にあたる義満だったかな。ということで今日はね初代将軍の足利尊氏ということなんですがさあこの足利尊氏、今言いましたようにもともと尊氏の「高という字が一般的なこっちの「 字を書いて。高氏と、まあ、生じていたんです。しかし。この。高いという字。実は。第九十六代の。天皇でありました。後醍醐天皇。その名を。高原。 高原親王と言い,いましてこのような尊い治めると書いて高晴高原親王と呼ばれた方で後の第96代後醍醐天皇となっていくわけなんですこの高原親王こと後醍醐天皇と足利尊氏が手を組んで鎌倉幕府を滅亡させて 新たに後醍醐天皇を中心とした剣武の新政が始まって新しい世の扉が開かれたんです密月関係を過ごしたこの後醍醐天皇と足利尊氏尊氏はこの高いから高春の高この一文字をいただいて足利尊氏と名を 改めることにななったわけなんですですからこの今日のトークテーマ「足利尊氏の鷹は」は第96代後醍醐天皇の鷹治から一文字を賜って鷹になったということでいかに2人が親密な関係を築き鎌倉幕府から 皇位継承についての提案を受け入れることがなかった後醍醐天皇は反発を強めまた一方の足利尊氏も鎌倉幕府と鎌倉幕府がまさに今年の NHK 大河ドラマに見られますように北条氏という執権が大きな権政を手にしますから自らよりも身分の低い家柄の低い北条氏が 鎌倉幕府を牛耳っているそこに反旗を翻したのが足利尊氏まさに源頼朝公などと同じような源氏の正統な地を受け継ぐ名門として足利尊氏が立ち上がって鎌倉幕府対足利尊氏鎌倉幕府対後醍醐天皇ということは敵の敵は味方になりますから。 鎌倉幕府に対して対立を深めていた後醍醐天皇と足利尊氏は目的は違えど共通の敵は鎌倉幕府となりますので手を組んで後醍醐天皇足利尊氏対鎌倉幕府北条氏という形でこの大きな戦いが繰り広げられまして鎌倉幕府は滅亡。 新たに後醍醐天皇を中心とした天皇神政が天皇を中心とした政治体制が敷かれしかしまあ実際これはうまくいかなかったことからすぐにこの政治体制後醍醐天皇による天皇神政は瓦解崩壊していきましてこうして後醍醐天皇と足利尊氏やっぱりね敵の敵は敵同士だったんですね味方ではなかったんです。 やはり共通の敵の鎌倉幕府が亡くなった途端にこの後醍醐天皇と足利尊氏率いる武士たちは大きな対立を深めてこれが後の南北朝の戦いへと発展してしまい後醍醐天皇は奈良吉野へ逃れてそれでも天皇を辞めず一方の足利尊氏などは京都にいたもう一つの天皇家に皇位を継いでいただいて。 京都にも天皇ががいいる足利尊氏がバッックアップしています奈良にも後醍醐天皇がいる奈良は南京都は北ですから南朝北朝と呼ばれまして南北朝の騒乱戦いが繰り広げられたということなんですこうして足利尊氏の頃に招かれた南北朝の戦いは二代将軍義明そして三代将軍 足利義満の頃まで王を引きましてしかし三代将軍足利義満が大きな戦力を手にする中で南朝側は北朝に対する対抗するすべを失っていきまして武力をそがれこうして南北朝統一がなされたということなんです。まさに今日のトーークテーマ足利尊氏 この鷹という字にこそ後醍醐天皇のその面影が一文字残されているということなんですが、まあ、皮肉にも結局はですね対立を深めてしまいその名前があだとなったような感じもありますけれどもこの尊氏の「鷹には後醍醐天皇との親密さを感じさせる。 そんな歴史が秘められているということなんですぜひまた足利尊氏公当寺院にそのお墓が据えられていますそして礼法館の中には礼明殿の中には高寺の木造もお祭りされていますので足利尊氏の歴史に触れて菩提寺当寺院を参拝しそのお墓に手を合わせていただきたいと思います ということで本日のトークテーマは足利隆氏でした本日のトークはここまでとなりますさあだいぶ冷え込んできました今ねこのお部屋これもね応接のお部屋です最近ねこのお部屋から配信することが多いんですよなぜなら比較的ね小さなお部屋でエアコンが 聞きやすすいんです <laughs> 寒い他の、ね、大広間で行いますと全然温まらない、もう窓という窓閉めてるんですけれどもご存知の通り京町屋は隙間風がすごいですからどんどんとエアコンの風が抜けて外から新鮮なる冷たい風が入ってくるもうやってられません。と <laughs> ということでこでのね 応接の部屋を多く使っているんですけども、ということでね、今日もこの応接の部屋からお届けしたということなんです。普段はね、こちら側の窓をね背景にお届けをさせていただくことが多いんですけども、今日はこちら、土壁を背景にね、タンスと土壁をね、ご覧いただまあ土壁をご覧いただいたというわけではないんですけれども、えー、こちらの方からお届けさせていただいたということなんです。ちちなみにねねこっち最近、ね きいになりまましたたので、ちょっととご覧いただきますとね。ラクタビ京町アの表格子を全部きれいにこうさしていただいてそして板と小窓結界もきれいになりましたので今ちょうど、ね、この辺りの木もこれ全部職人さんがきれいに洗ってくださいまして汚れを、ね、専門の方が落としてくださってるんですよ。ということで、ね、とってもきれいな京町アになっていますので。 また一度ね、外観が、ね、大変今綺麗なのでね、その外観をね、見ていただいてぜひちょっとお届けできる日があってもいいかなと思っております。結構、車が通りますのでね、外からお届けすることがちょっと難しいんですけれどもぜひまたね、綺麗になったこの外観もぜひライブ配信でご覧いいいたただきたいと思います。それでは心にハートに元気をチャージする合言葉で。 締めくくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになるというところ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います それでは行きますきっともっと京都を好きになるということで本日は午後の七時からお届けしました楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ今ね好きになると言いながら思い出しました昨日は旅くじこちらに 網立でしたねその前の日が足利尊氏じゃなくて足利義政になかったでしょうか何か思い出してきましたようやく。<laughs> ということで明日は久しぶりね一日中オフィスにいます明日はオフィスワークができますゆっくりいろんな案件をね前に前に進めてまた春以降の魅力的な京都のツアーを作ったり。 いろんなオンライン講座をですねまた検討してみたいと思います。明日はね、オフィスワークを一日できますから、午後の三時、お昼間にこのラクタミケオマチヤからライブ配信をお届けします。明日は午後の三時、十五時をお楽しみいただきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。それでは。 Potty!